後崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、オリックスバファローズ編でございます、はい、アイドリングなしで行きます、はい、もうすぐ行きましょうもう喋ることなくなってきたよね。アイドリングはね、はい、皆さんもいいんじゃないですか、すぐ聞きたいって、うん、まあ、皆さんはね、うん、1日1回ですけど、はい、こちらもう複数撮りです。はい、今日5本目。もう5本目ですか。もう5本目です。うわお、はい、すごいね。あっという間に、うん、さあということでね、今日はオリックス戦、うん、オリックスはなんと今年首位争いしてます。はい、現時点でね、うん、今まあ今日月曜日なんでね、3ゲーム差、まあこの中ね出る頃にはね、はい、どうなってるのかっていうね、うん、今日からの3連戦がかなりね、はい、重要になってきますけども、首位争い、うん、まあオリックスはね、はい、簡単なのよ、うん、まあでも去年のねドラフトから振り返ってみると、はい、去年はねもう育成シフトみたいな、うん、ちょっと高校生多かったんでね、はい、なんか即戦力っていうところじゃないですけども、うん、1位はね山下俊平太、はい、ね、ファームで17試合登板、先発16、うん、で、まあ、防御率 5.93、1勝9敗、まあ、これでも負けてもね、うん、投げさせていこうっていうね、だからこうひょっとしたら宮城になる可能性ね、はい、しっかり2軍でもローテーション守れて投げてるっていうところがすごい高評価、うん、はい、結果とかじゃなくて、うん、この体の、ね、強さも含めてすごい佐々木的には高評価、いい感じに来てると、はい、で2位が源健太選手、はい、っていうところで、まあ、1軍では出場してないですけど2軍では108試合に出て打率1割3分6厘、うん、だからまあ試合出てるね。出てます ね、 ね、外野手でね、うん、中京高校、うん、で続いて、北、うん、ほぼ1軍でね、はい、出てるじゃんね、うん、1軍で21試合、まあね、まだ荒削りだけど高卒1年目だからね。そうだ、高卒1年目で1軍で出られるっていうのがまあすごいですよ、うん、で2軍でも88試合にしっかりも出てるし、はい、いい形でね、うん、育成だからまあその日本で結果出てなくてもしっかり育成していこうっていうチームの方針的にはすごい好感がね、うん、はい、持てるドラフト、うん、で4位がね、立教からね中川選手、はい、ね、このアンダースローっていうところでね、うん、まあ、1軍では1試合ね投げましたけども、まあ、2軍では40試合登板、防御率1点だ、うん、あ、いいじゃないですか。で基本リリーフ、はい、非常にいいじゃんね。いいですね。しかも、まあ、今リリーフバタついてるからいいんちゃうかと思ったけど、はい、まあ、比嘉とかもいるしね、1軍には、まあ、でも、まあまあいい感じ、ね、うん、来年以降にね期待、はい、で続いて5位中川拓磨選手、はい、保守、うん、2軍で13試合、あんま出てないね、うん、まあまあ高校生っていうところもあって、まあ、あとキャッチャーっていうところもあるんですかね、うん、育成かな、育成もしながらってところかな、うんうん、体力強化、はい、で阿部選手ね、この選手28歳だからオールドルーキー、うん、日本生命からね、はい、ガッツあるナイスとかとこだけど1軍では4試合登板で防御率 7.36、うん、で2軍では9試合登板で 2.57 リリーフちょっと怪我しちゃったかな、うん、この感じ見てるとね試合数的には、うん、なのかなっていうような感じに見えちゃうね、はい、まあ、というところでね、うん、で育成選手いっぱい取ってんだよ、はい、6人取ってますね、うん、ピッチャーが川瀬、あ、これがあれだよね、ソフトバンクの川瀬のね、兄弟だよね。弟ですか？うん、あと弟だと思う、うん、2軍で2試合登板、はい、まあもう体力強化だね、うん、辻垣選手、はい、2軍では出場してない、うん、宇田川投手1試合登板、はい、釣り保守22打数3安打、はい、で佐野外野手、うん、試合が登録されてます、はい、1軍で8打数ノーヒット、2軍では88試合、うん、っていうところで、まあ試合感になったから良かったよね。良かったですね。うん、で、胡蝶、はい、内野、うん、8打数1安打、ファーム、まあここからだね。はい。まあでも全体的にドラフト昨年の評価はですね、はい、B マイナスです。あ、B プラスぐらいいくかなと思いきやマイナス。いや、まあそこまで1軍でガツガツいってる人もいないし、まあでも高卒で、うん、まあ育成しっかりっていうところはあるけども。まあ、この中川阿部っていうところが、まあ、1軍でちょっとあんまり出てきてないっていうところと、はい、まあ、育成選手たちも試合下になった選手は1人いるけども、うん、まあ、試合数含めてちょっと少ないっていうね、うん、2軍で試合出場っていうところで考えると、はい、まあ、C まではいけない ね、まあ、育成強化っていうところだから、うん、そういったところでね B マイナー、はい、まあ、悪くないっていうところになりますね、はい、でもドラフト評価40点せめて即戦力野手をって、うん、でも首位争い、はい、だからヤクルトも40点だったけど、はい、ドラフト評価が低いところが今首位争い、そうですね、うん、だ思いもしてなかった選手が結構ドーンって来たりする、ね、来てるっていうことね、そう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 、うん、っていうところでね、はい、まあ1軍のところを見てるとね、はい、まあ、今年はねチーム打率、2割5分、はい、ね、今パ・リーグ1位、うん、でチーム防御率が 3.51、
こちら1、2、3、こちら4位、はい、まあでも接戦だね、うん、ソフトバンクはちょっと抜けてるけども、その他はまあ接戦だから、はい、でもまあ今年のチーム状況から見てると、うん、やっぱりね、先発は山本宮城、はい、でもそれに続いてくる選手がまあ田島とかね、うん、ちょっと今田島も疲れてきてるところもあるし、はい、ちょっとそうか、遅い、うん、でちょっとリリーフ陣がちょっと怪しい、うん、全体的に、はい、で野手は1番福田、2番宗っていうところがね非常に安定して、で吉田正尚で杉本で、杉本が後ろでしっかり打てるから吉田のねやっぱ成績も上がってくるって、勝負せざるを得ないからね、うん、でその中でまあその後モヤとかね、うん、紅林の成長で、若月伏見のね、うん、併用キャッチャーっていうで、足立がね病気の問題もあるから出たり出なかったりっていうところでもあるけども、はい、まあまあバランスも保っててるけども、やっぱり外国人選手ね、ジョーンズが代打専門とかね、はい、4億なのにっていうところでね、うん、今ちょっとね家族のあれで帰ってますけども、はい、まあ、ちょっと外国人補強が、ね、いるね、はい、でも日本人からすると、まあ、若い選手のやつたちも頑張ってきてるしいい感じなんで、うん、でも一番取んなきゃいけないのは俺は、ね、はい、リリーフだと思うよ。あ、リリーフですか。うん、やっぱりちょっと不安、うん、俺的には、うん、だそういった意味でもやっぱリリーフをしっかり整えたいっていうところと、はい、まあ、先発も欲しいね、うん、じゃあせっかくいい感じ、上位は投手だね、はい、1位2位は、はい、もうマストで、うんうん、これは、はい、3人ぐらい投手いっちゃいます、欲しいね、うん、3人投手の、はい、あとは、うん、まあ、野手、うん、内野、はい、欲しいね、うん、3人投手の内野欲しい、外野は、うん、今まあセンター福田、はい、でまあ、吉田杉本っていうところでハマっちゃうから、うん、でまあ、来たっていうね、まあ、位置取ってるし、はい、これはまあ次行くっていうことを考えたら、うん、内野はちょっともうちょっといた方が、まあ、太田とかね、うんうん、まあ、紅林若いところで言うと、まあ、その若い選手もいるけどもまだ太田の線が細いし、はい、ちょっと荒削りなところもあるから、うん、ちょっと内野もう一人ぐらい高卒をね欲しいかな、まあ、大卒でもいいけどね、はい、ちょっと内野欲しいかな、でもピッチャー3人行きたいね、はい、だから4位までにピッチャー3人と内野1人、はい、これはマストで、はい、でもね、佐々木おすすめのオリックス、はい、ドラフト1位はこちらの選手です、はい、第1回戦と希望選手オリックス、ムクドキ蓮、来ると思いました。投手、東北福祉大学、はい、来ると思ったんですか。来ると思いました。何ですか。あの、私もチェック入れてたんですけど、リリーフとしての評価がすごい高いです、ね、そう、今守護神してるみたいで、うん、はい、リリーフとしてめちゃくちゃ評価高くて、でも先発でも可能性はあるっていう、でも今のやっぱオリックスには、はい、持ってこいの選手なんだよ、うん、はい、リリーフとして、はい、でしかもすぐ使えるっていうところで、うん、もう久野木蓮、はい、非常にいいんじゃないのかっていう、うん、高い奪三振能力、うん、自己最速154キロ、はい、肩肘の故障で投げられない時期もあったが3年秋に復帰を果たした、うん、本人は先発への意欲を隠さないがスカウト勢は短いイニングの適性を高く評価っていう、うん、これは非常にいいと思う。そうですね、ぴったりですよね、オリックスにぴったり、うん、それか、はい、まあ、あと一人のピッチャーで言うと、でも上位いなくなんないけどいいピッチャーだよね、2位にね、しかもオリックスも上位だから上はちょっと遅めだからね、そっかそっか、っていうことを考えると、うん、まあ、もう一人のピッチャーで、でももういいのはいなくなっちゃうからね。そうですね、そう、十何人もいいピッチャーいないですからね。あと一人ぐらいでいいところのピッチャーで、やっぱ大学がいいですか。山下俊平だと去年高校取ってるからね。確かにそうですね、うん、残ってる、残ってそうなので上位でですよね。あ、福祉大つながりでどうですか。福祉、福祉、新潟医療福祉大学そっち、キリスキー拓磨投手で左です。あ、いいね、いいね、うん、いいね、スタミナたっぷりのサワン、うん、いいね、いいね、うん、で俺はもう、もし俺のおすすめどころで言うと、はい、まあ、残ってればだけど、はい、早稲田の西垣雅也投手、うん、伸びしろ十分の先発候補、はい、か慶応の森田浩介投手、あ、か、はい、法政の山下光投手、うん、この3人、はい、6大学、ちょっと6大学推しですね、うん、っていうところがどうかなっていうね、はい、あと早稲田の徳山相馬投手っていうのもいいんだよね。うーん、あと法政の三浦銀次、ね、ここら辺欲しいね。あ、また銀次だ、うん、本当だね、はい、銀に2、銀に2、みんな三浦か3から始まって2で終わる本当ですねすごい3、2だ、うん、この5人の中の1人を、はい、向くの聞いて次で欲しいね。そうですね、うん、で、うん、内野、うん、内野は、
内野。内野のおすすめは、はい、そうだね。大学だと。じゃあ内野のねおすすめ選手ね、関西地区から。はい。野口智也。内野手。はい。関西大学から。で、ここはね、鳴門図書。へぇー。佐々木の合併した母校です。はい、うん、母校じゃないけどね、合併して。はい、藤田選手とか。そうそうそう、藤田も、藤田と俺のところは合併したの。あ、そうかそうか、うん、はい、出てきたところか。そう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 、はい、っていうね、この野口選手をね、はい、おすすめしたいですね、はい、オリックスには、うん、まあ関西ということでね、はい、地元なんで、うん、でもう一人ぐらいね、ピッチャーを取っといてまとめたいね。そうですね、オリックスは、うんうん、そしたらもう来年グッともっといけんじゃん。いや、いきそうですね、この今年の戦力見ても、ね、うん、今年の戦力もだって若い人多いですね。そうだね、俺これちょチェックしとかなきゃ、自分で推薦した人、はい、でどうなってるか。そうですね、まあ、動画に残りますから。そうそうそう、はい、大丈夫、動画見返せば大丈夫ね、はい、ということでね、佐々木のおすすめオリックスのね、はい、候補選手はこちらの選手でしたけど、はい、皆さん、オリックスファンの皆さんね、うん、どうでしょうか、うん。